オリオン座流星群が今週10月21日頃に活動のピークを迎えます。秋の夜長、流星観測を楽しんでみてはいかがでしょうか。オリオン座流星群とは、毎年10月21日頃に活動のピークを迎える流星群で、ゴールデンウィークに活動のピークを迎える水亀座エータ流星群と同じハレー彗星を母天体としています。流星は放射点が空に昇ってくる21時頃から流れ始めますが、真夜中ほど放射点が高く昇るため観察に適しています。ピーク時には1時間で5個程度の流星が出現する予想です。月が20日に満月を迎えますので、オリオン座流星群が極大を迎える21日も一晩中月で空が明るくなります。月をできるだけ直接視界に入れないようにし、明るい流星が流れることを祈って空を見上げてみてください。21日の日本付近は北日本を中心に西高東低の冬型の気圧配置になります。また西日本や東日本は高気圧に覆われるところが多いものの、低気圧や前線が近づいてくる可能性があります。北日本は太平洋沿岸を中心に流星観測には天気に好条件となる予想です。西日本や東日本は晴れて流れ星が見えるチャンスがあります。ただ天気は下り坂となっていきますので、九州や沖縄ではあいにくの天気となる可能性があります。詳しいトピックスについて、情報についてはお天気アプリウェザーニュースからを見ることができます。ぜひこちらのお天気ニュースチャンネルから情報をご覧ください。